私の名前はタラコ、ラウンジ嬢をしている。そして SNS では今、私のとあるつぶやきが話題になっている。バズってるバズってる。その寿司屋の大将が殴りかかろうとする画像の閲覧数はいとも簡単に 2.8 億回を超えた。その数日後、見たよタラコちゃん、 SNS だいぶ話題になってるね。見てくれたんですか？ありがとうございます。よかったら詳しく話してよ。なんであの寿司屋の大将が殴りかかろうとしてたのか。もちろんひどいんですよ。浩二さんにもぜひ聞いてほしい。こうして私はお客さんの浩二に事のいきさつを説明することにした。ええいいんじゃないの。その高級寿司屋で大将は常連と思わしき夫婦にワインをいただいていた。今度またじっくり楽しませてもらうよ。ありがとうございます。いつもお世話になってるからね。その日の私はひどい二日酔いで、お酒を見るだけでも気持ち悪くなっていた。大丈夫じゃないかも。すいません。なんだい。その私二日酔いで、そのワイン離れたところに置いてもらえますか。だが二日酔いならさっさと言えよ。大切なお客さんにもらったもんなんだから、近くに置いておきたかったのに。大将は不機嫌そうにそう言った。何よそれ、私もお客様のつもりなんだけど。店の空気は最悪なものとなり、私は店を出ることにした。行こう、もうこんな寿司屋初めてよ。何なの本当。待ってよ。あんたな、何なんだよ本当に。大将落ち着いて。大将が殴りかかろうとしたのはそういう経緯であり、弟子が必死になって止めてくれた。なるほど、それは辛かったね。同伴の男の人があの写真は撮ってくれたから、ああやって伝えることができた。だってそうしないと同じように悲しい思いをする人が増えるでしょ。というストーリーを涙ながらに彼女は語り終え、後日俺はその寿司屋に行くことにしたっていう話があったんだけど、実際のところどうなんだい。大将こだわり強いとはいえ、お客様にあそこまで怒るような人じゃないはず。どうしてあそこまでのことになったのか。俺は週刊誌の記者としてラウンジ嬢とは異なる視点を知ろうとしたのである。なるほど、記者さんか。どういったものか。俺に言わせてくださいよ大将。そうするとその店員はラウンジ嬢の話の詳細について話し始めた。まあ二日酔いでワインを避けてほしいって言われたのは事実です。でもその話は間が抜けてます。なんなのこの店、ほんとありえない。私もお客なのに全然対応違うじゃん。もう証拠取りまくってやる、ネットに晒してやるてな感じで大声で騒いで撮影しまくり、少なくともマナーのいい客じゃなかったですね。それはまあ大将も怒りたくなるか。だけど今回の一件だいぶやばいことになってますね。話に混じってきたのはカウンターに座るもう一人の男だった。 SNS はタラコさんのつぶやきで大盛り上がり、だけどこの人タラコってラウンジ嬢が店での態度が最悪で、大将が殴りかかったってことももうほとんど明らかになってるから、もうネットではタラコ総叩きの流れですよ。高級店の店は民度がいいとは聞くけど、こいつは最悪の部類だな。整形の相談で金取ったりしてるぞこの女。片生物すぎ。 SNS の投稿も下品だし、このまま転落していくのが楽しみだ。なるほどな。でこの真相を SNS で暴露したのが俺ですけど。アカウント消しとけ、後々めんどくせえからな。そして後日俺は再びタラコの話を聞くことにし、タラコ擁護の流れからネット上はタラコ叩きになっている惨状に。なんなのあいつら、私のことを下等生物だって。もう法的措置の準備することにしたから、法廷で会うのが楽しみだわ。ぶち切れていた。そもそも撮影って何なのよ。私が炎上させるために店で写真や動画を撮りまくったかってこと。あの店で私以外誰も動画なんて撮ってなかったし、殴りかかろうとした大将のがやばいでしょ。それに別の客が動画を撮ろうとしたの弟子さんが止めてるのよ。店の不利な証拠を押さえたくなかったってことじゃない。この時点で誰も撮影なんてしていなかったという発言と矛盾している。彼女自身もだいぶ冷静さを失っていることが分かった。SNS でも矛盾点だいぶ指摘されてるけど、ここまでとはな。怒ったらトイレ行きたくなってきた。トイレ行ってくる。いい取材ができてるみたいじゃないか。
まあでもあの子はもう終わりだ。今までは誰かの言った言ってないの発言で炎上してたけど、決定的な証拠が出た。決定的な証拠？とあるつてから手に入れた DM のスクショだ。炎上しててくさ、本当にやばい。だけどざまあって感じ。ムカついたから持ったんだけど、こんな炎上するとは。なるほど、つまり炎上前提での投稿ってわけか。まだけど彼女の意図がさらされたんなら、彼女もいよいよ終わりってことか。そんな、なんで、どうして。それからも彼女に対するネット上での猛攻は続いた。タラコの過去の下品な言動についてのつぶやきの動画の拡散、中には野外での排泄行為の動画まで見つかっていた。なんなのこいつら、なんなの、なんなの。そんなネット上での攻防戦を俺は傍観していた。随分と賑わってるな。よくも悪くも予約は増えましたね。話題になりましたから。まあそうだな。ところで大将、あんたの意見を聞いてなかったな。あんたは今回の一件についてどう思ってるんだ。どう思ってるか、法的措置をするくらいだよ。あとは静観だ。 SNS もメールも見てないよ。見てたり反応してたら仕事に支障が出る。真面目だな、大将らしい。だけどさ、俺からすれば大将はもっと怒っていいだろう。名誉毀損にも程がある。まあそうなんだろうけどな、俺からすれば怖いよ。見てはないけど話は聞く。あのラウンジ上、うちの店の一件以外にも過去にこんなひどいことを言ってたりしてたって内容が拡散されてるんだろ。そして世間はそれが嘘か本当か吟味もせずに祭りみたいに盛り上がる。まるで自分が正義の味方になったみたいにな。まあ確かに正義の味方、聞こえはいいが一番俺は怖いね。食事を終えた俺たちは共に店を出た。ねえ、お前はどう思うんだ。取材をしててどっちが真実か。さあどうなんだろうな。あのラウンジ上は以前から X での収益化をやってて、今回のポストでかなりの収益を得る。もしかしたらこの件も含めてつぶやきの炎上で広告収益につなげるって目的もあったのかもだけど、こればかりは想像だ。俺は主観的な情報より客観的な事実の方が好きなんだよ。さすがプロは違うね。まあでも俺はこの一件で聖書を思い出したね。聖書？あんたキリシタンか？別にそういうわけじゃない。読み物としてたまに読むくらいだ。聖書にはこんな内容が書かれていた。あるところ、一人の罪人を町の人が囲んでいた。この罪人が恥を知れ！その現場にイエス・キリストが居合わせた。一体何があったんだい？イエス様！こいつが罪人で、罰をみんなで与えようと。なるほど、それで石打ちの刑にするといったところか。イエス様はどうしたらいいと思われますか。そうだな、石を投げるといい。わかりました。よしみんな。ただし投げるのは罪を犯したことのない人だけだ。さあ罪を犯したことのある人間は後ろに下がりなさい。なるほど、それで誰も出てこなかったと。よくできた話だな。ああ俺もまた何かしらの加害者になってる可能性はゼロじゃないし、週刊誌のライターやってる時点で加害者になる仕事みたいなもんだからな。彼のスマホに通知されたのはラウンジ上が真相を話すという内容だった。いや、あのラウンジ上有名配信者と一緒にいろいろ話すらしいな。いろいろ反省のつぶやきもしてたし、これで一旦終了かな。なるほどな、興味ないのか。ま、聞けたら聞くよ。ネット上で起きたことは分かっても真実は分からないしさ。人は間違える。時に人を傷つけることもある。彼女がもし誠実に誰かを傷つけたことを自覚し謝罪するなら、それに耳を傾ける価値はあるかもしれない。ただ最後まで真相は闇の中、それを明らかにしようとすること自体無意味なことなのかもしれない。